それではミュージックグローブ続いてのゲストです。ワンエンオンリーの皆さんです。お願いします。お願いします。ワンエンの皆さんは2回目の番組出演となりますが、いかがですか？いやもうね、嬉しいですよね、2回も出れて。嬉しいんですけど、こんな早く2回目呼ばれていいんですか？確かにね、結構スピードがね。毎月出れるってことですよ ね、そうですね、じゃあ次年越しまだわかんないけどね、まだわかんないけど嬉しいよね。ちょっと僕らはちょっとまだね、スケジュールキャスティングできるほどの立場じゃないんですけどキャスティングの毎月で、反響もね、すごかったですよね。すごいよね、海外の人のコメントもあったりして、まあカメラワークとか本当すごかったから、そうだね、もう一回やりたいなと思ってたところに、はい、もう来ちゃったんで嬉しいね。嬉しい限りでございます。ありがとうございます。今回はお客さんもいるんですけど、不思議な気持ちですよね。不思議だよね。そうです。なんかやっぱテンション上がりますよね、僕らもね。そうだね、本当ライブしてる感覚というかね。よかったね、よかったね。はい、ということで今回は皆さんが SNS で世界へ向けて発信する際にいろいろ写真も撮ったりすると思うんですけど、お気に入りの表情またはポーズを教えてもらいたいと思います。じゃあまずは僕からいきますね。じゃあエイクさんお願いします。自信満々、あちらにいきますね、はい、せーの。やるね、必ずね、それね、やるね、それなんだ。グッデイ。ポイントはちょっとあの角度がね、ちょっと45度ぐらいになってる。45、あ、そんな決まりあったの？ここ、ま、45度でやってるの？まっすぐじゃないのよ、こう。そうなんだ。ちょっとこう、ちょっとこう斜めに、斜めに。でも必ずこの写真撮るときとかはしちゃいますね。あー、やっぱ決めポーズがあるといいよね。僕のいつもやるポーズ、はい、おー、これですね。あー、やるね。確かに。いや、あんま無意識だったんだけど、結構ファンのみんなが、うん、こうやってやって、隼人君の真似ですって言ってくるから、うん、あ、俺こんなやって撮ってたわと思って。確かに SNS 上がってる時もうほぼほぼこれだよね。いや、そう、毎日結構ブログ上げてるんですけど、うん、ほぼ毎日こうやってやってる俺。いや、これね、みんな真似してください。かわいいピース一つでもね、うん、みんなの確かに見せ方いろいろありますね。角度みたいな、どこに置くかでね。俺はこれですね。僕はもうあ、なるほど。すいません。割とありがちみたいな。結構みんなやってるみたいな。確かによくやってるイメージあるよ、こうやってやってるし、顎に綺麗にはまってるもんね。そう、はまって、そう、はめんの、こうやってあの顎の形に決めといてね。顎の形にね。なるほど、なるほど。僕はなんか決めポーズというか、結構角度にこだわっていて、自撮りするときとかめっちゃこだわりあって。いや、なん、どういう、あの、まずこの角度とか僕嫌で、ちょっとっ斜め上に向けるんですよ。でも上目遣い。ああ、なるほど。ちょっとやっぱあるじゃないですか、女性もあるじゃないですか、やっぱ男性とかこう身長高い方こう上目遣いするみたいな、はい、こう僕もこう上目遣いしちゃうよみたいな、こう。あ、そうですね。でもなんかあれだよね、上目遣いしすぎてずっとこうやって下下ってたら床と同化してたもんね、最終的に。あ、そうですね。僕は最終的に床とこう同化してこう、そうそう、床にこうつきながら撮るっていう、ね、同化してるぜ。すいませんね、すいませんね、本当にちょっと本当にごめんなさい。ラッパーあるんで、やっぱそうそうそう、インフル、インフル見たがっちゃうんで、すいません、すいません、ごめんね、本当にダジャレです。ダジャレか。はい、ということで、じゃあやるのがあるんですよ、こうやって。あー、やってる。これね、何これ、これね、お気に入りじゃなくてリベンジしたいんですよ。僕ね、ブログをね、毎日上げてるんですよ、今。毎日上げてるね。で、バイチャって必ず締めるんですよ、最後。絶対そうなんですよ。で、バイチャポーズってこうやってやってたら、ちょっとレイ君、なんかあの最後のポーズちょっと微妙じゃないみたいな、ちょっとコメントでね、ちょっとあったんですよ。違ったんだ。そう、多分ね、角度の問題なんですよ、僕は。だからそれを角度を極めてバイチャポーズリベンジします。どれが正解なの？確かにこれですね。そこ、ここで、ここで8の字作ります。だからここ分度器で測って45度です。俺と一緒だ。ここです。45度は俺と一緒。ここで、ここ逆の8の字作るんです、漢字のね。なるほどね。バイチャね、定着させていきたい。広まるといいね、バイチャポーズ。そうですね、バイチャポーズ。バイチャポーズ。はい、僕もでもテータと一緒で、決められたポーズっていうのはないんですけど。え、勉強になります。え、何も言ってないから、まだ何も言ってないから、まだ早いから。もうちょっと聞こう。縦では撮りたくなくて、横がいいんですよ。なんでですか？で、なるべくこうなんか余白を作るみたいな。空間も一緒にも。そうそうそう、まだいろんなポーズしますけどね、指ハートとか。おお。はい、やります。確かにね、やっぱそのイメージありますね。楽しみだね、ブログもみんな。はい、ということでいろんなポーズがあるね。うん、うん、こうバイチャポーズも皆さん広まるといいな。バイチャ8の字。ちょっと待って、微妙な雰囲気広がってる。絶対流行らすからこれ。
ワンエンの皆さんは、YouTube のチャンネルで定期的に私服を披露されてますよね。はいはいはい、はい、言ってますね。コーデバトルっていうので誰が一番こうデートをしたいかしたくなるかみたいなコーデをして、それを実際にこのスワックじゃなくて、僕たちのファンじゃなくて一般の人たちに、僕たちを知らない人たちに調査して聞いて、誰が一番投票が多いかみたいのをやってるような、はい、そうなんだ感じなんですね。でそのワンエンチャンネルで披露されてる皆さんの私服の画像がこちらです。はい、出ちゃうんだねこれね。これも最近のやつだ、はいはい、一番最新の、はいはいはい、ちょっと一ついいですか。はい、これなんで僕横向いてんすかね。これ正面は非常にもうちょい知らないんで側面なんで伝わりにくいかなっていうのがちょっとじゃあそのテッテさんからこだわり、僕はまあとりあえず、まあ、カーディガンですね。そして茶色い色、やっぱ冬といったらやっぱ茶色い服とかブラウン系ってやっぱ可愛いじゃないですか。柔らかいイメージだし、ちょ癒し系じゃないですけど、まあ、ちょっと犬系男子みたいな自分系狙ってったんだ犬系男子はい、柴犬、ね、男子みたいな、俺も家系みたいな特定されてるんですね。それちょっと狙って、まあ、プラス靴もちょっとブラウンで、こう上のカーディガンと色を統一させたみたいなイメージでやらせていただきました。いやでも系統が全然違ってて、全然違う、みんなおしゃれ。ケンシンくんさんのストリートよりのファッションにしてみたんですけど、これはまあそのテーマがね、その秋冬のデートコーデっていうことで、1回目に結構ニットの服とか着て王道系で行ったんですけど、あの僕が王道着ちゃうとちょっと圧倒的に優勝しちゃうんで、ちょっと待っておい、なんでもちょっとストリートでちょっと進めてみようかなみたいな。ケンシンそれで何位だったんだっけ。4位ぐらい。4位下やないか。ニットの時も1位ではなかったですね。何やろ、結果はついてこなかったんですあ、この時の1位って誰だったんですか。僕ですね。あの僕、そうなんですよ、ね、まあ、ありがたいことで3回やらせていただいて、3回とも僕1位、えー、いやすごいっすよ、取らせていただいて、まあやっぱこう、うちではやっぱりファッションリーダーって言われてるの、親くんを差し置いての1位なので、やっぱ、はい、その座はやっぱいいですかね、やっぱり改めて。あ、いいです、あげます、あげます。そんな軽い、はい、ちょっとプライドあったら俺ももらいたいなんですけど。いや、全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ファッションはあのその人好みのものなのであら、なんか俺がちっちゃいみたいな、はい、自分が、俺がちっちゃくなっちゃうよ、そんな。自分がいいなって思ってれば何でもいいなって思ってるんで、あげます。俺もそう思ってました、はい、なんか俺励まされてる、なんか、うん、本当厳しかったよね、街の人が。いや、街そう厳しいのよ。あの本当に知らない人に聞きに行くんだけど、うん、俺本当この時ボロクソで、お前ハヤトボロクソだって、ひどかったこの時じゃない、うん、3回全部ハヤトね、毎回ボロクソ、特にね、ほぼ3回ひどかったのよ、うん、番組をご覧の皆さんにはメンバーそれぞれの個性が、分かってもらえたかなと思うんですけど、うん、実は、番組アンケートでワンエンの皆さん全員モノマネが得意ということが分かりまして、あのどういう振りですかこれ。あのアンケートの欄にモノマネって書いてあったの、ね、書いてあったんですよ。あれ強制だったの、強制だったんですか。あのない中無理やりあの叩き込んだ感じですから、びっくりした。今回なんかでもなんかこうエビダンメンバーというか、うん、はい、のか、ね、モノマネできますかみたいな。誰からいけんの。ちょっとこうハヤト君のモノマネなんですけど、まあちょっとあのワインでね、ちょっとリハーサルとかしてて、あのライブ前の打ち合わせとかでね、うん、あのメンバーの意見を聞くときのリーダーのハヤト君のモノマネをします。オッケー。はい、あの今日そういえばさ、レッスンあるじゃん、うん、レッスンさ衣装でなんかやる感じだったじゃん。だから自分たちのレッスン着とか持ってかなくていいんだよね。確かにそれでいいよね絶対に。あ、でもやっぱ違うわ。うん、あ、でもその後またレッスンあって、うんうんうん、着替えも持ってきてって言われたんだ。うん、あ、確かに、まあ、それもありだよねまあなんかこうレッスンもそうだしまあレッスン着もそうだし、まあ衣装もまあなんかこうバイブス感じるよね、そういうところで。ちょっとごめんね、全く似てないよ誰誰俺バイブスなんて言わないよ初めて聞いたよ今適当にやったよね、ちょっとびっくりよ。いや、ひどかった、傷ついた俺。うん、ちょ、ちょ、でもね、なんでも結構メンバーの意見に確かにっていう、まあ、賛同しがち、絶対賛同するよ、はい、とね。まああと気を聞いてない時あるよね、携帯しながら確かに、いや、そう、よくある。俺が愛で違うこと言っても確かにどっちやみたいな。どっちや確かにね、そうだね、今も言ってますけど、ね、口癖なんだよ ね、 口癖ね。あともう究極のイエスマンなんで、もうみんなの究極ってもうみんなの意見に確かにそうだよね、本当にあ、いいと思うよ、うん、あんま自慢気に言うことじゃないよ究極のイエスマン自慢気に言うことじゃない。120度違う意見両方とも確かにって言うんですからね心広いんで違うわいいよ、プラス思考じゃあ同じメンバー内のモノマネができる方が、はい、僕あの、直哉くんのパート
の声真似をちょっとやりたいなって思うんです。声真似何のビューティフルっていう曲のナオくんのパートをちょっとやります。はい、いつものあの場所でい待って、今日一応笑いじゃない？あのバカにしてますよ。いや、いや、バカにはしない。怒ったやるならもうちょい誇張してやってほしかった。誇張してやったほうがいい。今日は少しだけ君を今日待たせてみたんだ、いつものベイベーあの場所で変わってねえな。似てないよね。似てるよ。ちょ聞いて、自分で言うことじゃない。まあやんちゃ感は似てるかもしれない。あ、そう、あ、やんちゃ感はね、いつものみたいな。テンション感、テンション感ね。あの場所でみたいな。バカにしてるわ。バカにしてない。いや、バカにしてないっすよ。まあ、一回ちょっと本気一回いいですか。いや、本気、あ、そう、本気一回見たいと思います。じゃあ、本気いくか。ちょっといきます。今日は少しだけ君を待たせてみたんだ、いつものベイベーあの場所で。ほら、似てるやん。似てた、似てた。いつものあの場所で。知らない方も絶対調べて聞いてます、うん、今ビューティフル。はい、お願いします。お願いします。じゃあそのままの流れでちょっと直哉くんにお願いしてもいいですか。はい、じゃあいきますね。4号車マッスルトレインのおとりです。はいはい。一番好きな筋肉の部位は上腕二頭筋。その次に好きな筋肉の部位は大胸筋。筋肉肉肉肉18とプラス10筋肉。ちょうど9メイン、イメージカラーは緑、メインダンサーの拓哉でーす。拓哉さん、今日来ていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。あのポイントはあのプラスっていうちょっとなんだろう、バカっぽい言い方じゃないですか。ミキですよ、あの先輩ですからね、一応ね。はい、はい、あのプラスっていう、はいはい、投げた感じ、投げやりな感じ。兄弟だと似てくるんですかね。似てんじゃないの。どうなんですかね。似てるんじゃないの。似てる部位もここ分かんないです。似てましたか。似てた。似てますね。じゃあその流れでいいんじゃない、兄弟。お、じゃあ兄弟流れで。僕もね、弟、あのバディーズにフミヤが弟でいるんですけど、はい、声がやっぱ似てるなっていうので、はい、ラップをやってるんですけど、彼も、はい、なのでちょっとラップを真似しますね、はい、クリックミーのラップ。おー、あー予告のないデスティニー、1秒後にはヒストリー、曖昧未満じゃ表現もできない。 Yeah、 君というピースがなきゃ I'm zero 認証。おお、え、あれ特徴捉えてる。そうそう、ヒストリーのとこ、ね、ヒストリーアンダーザシーとかも24みたいな。あー、似てる。僕はあのテッタの、うん、俺の決め顔のモノマネ、ライブ中の。ああ、ライブ中決め顔。ライブ中なんだ。してましたっけ俺決め顔。いきます。いや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 い見たらやってるか分かるし、俺パフォーマンスだけじゃなくて写真の時もやってるんだ。やってるね。やってるわ。口噛みすぎって俺怒られた、マネージャーさんに。もうちょっと口緩くしてじゃあテッタはテッタ。僕あのエイクで。おお、あれ、お互いお互いにお互い、はい、僕あのエイクの普段の歩き方、基本的にエイクのがこう前に歩いてて僕後ろに歩いてんで、ちょっとエイクの後ろ姿の歩き方やりますね。いきます。ちょっと待って、本当にあのいいですか、必ず肩幅のここが多分ちょっとずれるの嫌なんですよ、エイクは。いや、やる。だからもうちょっとでもずれたら気になって、もう終始ずっと無意識で、ちょっとビートたけしさんみたいな。だからバカだろ。エイクはあの洋服着るじゃないですか。着る。じゃあ絶対そう、やるやるやる、絶対やんの。入場前のボクサーみたいな。そうそう、もうこう、そうね。いや、だからエイク後ろからついてくとめっちゃ面白いよね。おもろい。なんかこう反射してるなんか窓とかあるとこうやって立ち止まって。あ、やるねやるねやるね。やるね。一回これ。やるよ一回。
肩をこってやる、ね、あそうね、うん、なんか気になっちゃうんだよねこのさ肩の何ズレが、はいはいはい、こうやってちょっと直しちゃうんだよねこうやってなるほどね。でも多分ライブ中にも多分何回かやってる絶対やばいってそれはライブの注目ポイントそこになっちゃうかもしれないやだそれはやだそうなんだよな肩直しに注目してないですよはい、というわけで今回ワンエンの皆さんには2曲ライブパフォーマンスを披露していただきます。まずはどの曲から披露してもらえるんですか？まず1曲目はですね、Good Day という曲を披露したいと思います。 Good Day、まあ、最近ね、リリースした楽曲なんですけども、はい、すごいあの明るい楽曲でみんなの背中を押すような、あとは英詞がねすごく多くて、うん、まあ、やっぱりこう海外にも向けて発信していきたいなっていうので Good Day を披露したいと思います。はい、バズらせたいポイントは何ですか？まあ、やっぱあのサビ頭のバタバタダンスですかね。あれバタバタダンスって言うんだね。あれあの僕があの命名しました。あ今完璧したですね。なんかあったのかと思いましたよ。あれバタバタダンス、あれバタバタダンスこれだよね。そう、ちょっと入ってやってみて。はい、そう、じゃあここ、はい、そうこれ、はい、これバタバタダンス、ね、バタバタダンス確かにこれはなんかみんなに真似してほしいね。ダンスチャレンジとかでぜひやってください、はい、TikTok とか。まあちょっと踊ってる ね振りはちょっと難しいかもしれないんですけど、これかもですね。手をねこうくるくるさせるところがあるんですけど、はい、ここもぜひやってほしいですね。これグッデーなんで、はい、まあいい一日のイメージでこう太陽みたいなをこうやってやってるよっていう。それではメンバーのバズりポイントにも注目しながらライブパフォーマンスをご覧ください。先ほど皆さんには YouTube チャンネルについてお話をお聞きしましたけれど、さらに、YouTube つながりでお聞きしたいのですが、この冬おすすめの MV はありますか？そうです、僕はあのミルクさんのスターズ、なんかすごいなんかイルミネーションを使ったりだとか雪を降らしたりとか冬っぽいこんな感じがいいなっていう思ったのでこれを見てほしいですね。はい、キラキラしてますもんね。キラキラしてる、キラキラしてる、うん、スターズ。僕はあのそれこそまあアニマルですけど超特急さんの宇宙ドライブはなんかもう最近急に体制になってザ超特急って感じのミュージックビデオで元気もらえるんじゃないかなと思っておすすめです。まだ恋しい季節ですもんね寂しくなったら元気出しましょう僕令和ですね、あのスーパードラゴンさんのドンレミダウンっていう曲なんですけど、もうすごいもうしっとりした歌声 でしかもこうなおかつ MV に着てる衣装が赤で背景が白でちょっとクリスマスカラーじゃないですけど、うん、しっとりしなおかつこう背景も相まってなんか冬に聴くのにすごくいいんじゃないかなと、ね、思いますね。いつも聴いてます。 Don't let me down anywayボクはですね、超特急さんのリバイバルラブ、この曲は僕はシャッフルユニットで実は本当はこう皆さんの前で披露する予定だったんですよ。まあ、でもそのエビダンズライブがこう中止になってできなかったんですけど、やっぱその時に相当聴いて、僕 MV が超好きで、この服装も超カラフルでもうポップで、このセットもめちゃくちゃ良くて、その撮影してる場所もロケーションもすごく好きで、なんかこういう場所でも撮りたいなっていう風に思わせていただける作品だなって思いましたね。あと僕は、はい、あのワンラブワンハートさんの
ユースっていう、あの、え、俺らだ。あ、本人ですか。なんかありがとうございます。落ち葉のとこで踊ってて、ね、踊ってた踊ってた。なんかこう、間、人の間からこう、走り出してこう。走り方、もうちょっと綺麗そうだけど。そのね、ダンスビデオというか、あれめちゃくちゃ好きなんですよね。上がってすぐ見たもんね。いや、そうそう、すぐ、これなんだろうと思って、すぐ見て、めちゃくちゃハマってたね。ありがとうございます。不意打ちでなんかすごい恥ずかしかった、うん、びっくりした びっくりした。さあ、ワンエンの続いてのライブパフォーマンス2曲目はロカの PTBR バージョンという曲をですね、披露したいと思います。まあ、この楽曲ロカっていう楽曲がもともとあるんですけど、まあ、これをこうブラジルに向けてポルトガル語で、全部歌って配信リリースしたんですけど、その曲をね、まあ世界に届けたいなっていうので披露したいと思います。はい、バズらせたいポイントは何ですか。じゃあでもそれこそこの曲はもともと日本語版があったんですけど、はい、PTBR バージョン、ポルトガル語バージョンにアレンジをして、うん、実際この間僕たちブラジルにライブをしに行ったんですけど、はい、そこで1曲目で披露しまして、この曲を。でそしたらファンの方もめちゃくちゃ喜んでくださってて、うん、まあ、あとこの曲構成を僕が考えて、あの振り付けをハヤトが考えたっていう、こうメンバーが関わってるので、よりなんだろう、愛情がそそられてる曲なのでね、サビの構成にとにかく注目してほしいですね。ワンエンの皆さんのバズりポイントにも注目しながらライブパフォーマンスをご覧ください。